田地見市は岐阜県の東農地方に位置する市。人口は岐阜県で囲みが原市に次いで4番目であり、美の焼きで有名でもある。田地見市の市の木であるしでこぶし。東海3県のみに自生し、岐阜県のレッドリストで気球種の指定を受けている。田地見市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の9枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成7世紀初め頃から続く実の焼きの産地として知られており市内には由緒ある窯元や陶磁器に関する美術館、資料館、ギャラリー、陶芸学校などが点在しているほか機械化された工場も存在し量産品の実の焼きが作られている二十世紀後半からは 工業用セラミックデバイスの研究、生産拠点となっており、ファインセラミックスも作られている。名古屋市の中心部まで鉄道で約30分という利便性から、1980年代から1990年代前半にかけて市内各地で新興団地や分譲マンションなど住宅開発が行われたため、名古屋のベッドタウンとしても知られ、 名古屋市愛機処分場を要するなど、寄付券の主要としながら、名古屋市との結びつきが強い。2007年8月16日14時20分には、日本国内の最高気温記録となる摂氏40.9度を、日本で最初に観測している。なお、埼玉県熊谷市でも、同日14時42分に最高気温摂氏40.9度を、記録している。また2006年には、 摂氏37度以上を記録した日数が日本で最多ということもあり、日本一暑い街として PR 活動を行っている。田治見市の地名を山椒盆地に位置するため、夏、冬で気温差が激しい。特に8月の最高気温の平年値摂氏33.7度は日本国内の観測地点の中で最も高く、過去には最高気温の日本記録を保持したことがある。 ただし、盆地であるため、熱帯夜となる日は少ない。一方、冬場においては冷たく強い北風が吹くとともに朝は氷点下まで冷え込む日が多い。2007年8月16日には最高気温摂氏40.9度を観測した。これは1933年7月25日に、 山形県山形市で観測した摂氏40.8度を74年ぶりに上回り、2013年8月12日午後1時42分に、高知県四万都市港川崎で摂氏41.0度を観測するまでの6年間、国内の観測史上最高気温であった。また、翌8月17日にも前日記録した摂氏40.9度に、 摂氏0.1度と迫る摂氏40.8度を記録した。原因についてはいまだ究明されておらず、筑波大学計算科学研究センター講師である、草加博之の研究チームが2010年夏より、田治見市の協力を得て調査中である。草加は、田治見市が山に囲まれた盆地であること、狭い範囲に住宅が密集していること、北からのフェーン現象による熱風、 冷たい海風が入りにくいこと、緑地や水辺が少ないことという複合的な要因が交差して起こったものと仮説を立てている。2018年には7月18日、7月23日、8月2日、8月6日の計4日最高気温摂氏40度以上を観測した。最高気温摂氏40度以上の通算観測日数6日は日本国内の観測地点では 最も多い。田地見警察署等の西部総合庁舎、田地見市総合体育館田地見市モザイクタイルミュージアム、田地見市産業文化センター、田地見市図書館田地見市民病院固形公園田地見駅、前のビル群田地見インターモール、美濃地方は美濃焼の生産が盛んであり、田地見は美濃地方における陶磁器の集積地として繁栄してきた。しかしながら、 競合製品の進出や輸入品の増加によって、近年その生産を大きく落としており、対策が急がれている。また、田嶺は、陶磁器の生産地というよりは、商社の集まる集積地であるため、近隣の土器市や水波市に比べると少ないものの、いくつかの産地を要する。美の焼きから派生して、ハイテク分野向けのセラミックデバイスの研究、生産も行われている。田嶺、安序、 新城、掛川、飯田のごとしの頭文字から、タスキー、田嶋駅田嶋駅前、バスターミナル田嶋インターチェンジ湖計山パーキングエリア、市の中心となる駅、田嶋駅田嶋修道院田嶋国庁邸宅跡、田嶋陶器祭り50音順上記にあるように、日本国内でも最高水準の気温である摂氏40.9度を記録したことなどから、 田治見市には日本一暑い街としての観光誘致のために作られたうながっぱというキャラクターが存在している。このキャラクターの作者は漫画家やなせたかしであり、うながっぱパッパソングという歌や T シャツなどの観光 PR グッズなどもある。また、田治見市内のイベントにはこのうながっぱの着ぐるみがたびたび登場している。色のバリエーションも何色かある。ありがとうございます。